おはようございます、今日はですね、ホリック&フォビアさん、ホリフォビさんへの動画レスポンスです。まあね、私がね初めて買ったレコードっていうのは青い三角定規のね、なんだっけな、我ら青春じゃなくてなんかそういう曲なんですけど、前それをね確か動画で紹介したらなんか引っかかっちゃったんだよね。あの禁止の極ってあるでしょ、禁止極ってあれに引っかかっちゃって、だからねあんまりねこう音楽関係のことを喋るとどうも禁止極に引っかかるみたいですね、言っちゃいけない言葉にね。まあちょっとあれなんですけど、まあ初めて買ったレコードはそれなんだけど、まあね私がねホリー・フォービーさんに、まあ多分聞いたことあると思うんだけど、もし聞いたことがなかったらぜひ聞いてほしいのはこのアルバムですね、ドナルド・フェイゲンのナイト・フライ、ザ・ナイト・フライっていう、もう2回言いませんよ、また引っかかるといけないんで、これね、このアルバム、まあ聞いたことあると思うんだけど、これはねぜひおすすめですね。まあ、ホリフォビさんの音楽性から言うと嫌いな音楽じゃないと思うんで、まあ聞いたことあると思うけどね、有名なアルバムだから。特にこの IGY っていうね曲、これはね国際地球年っていう、まあ、それの略なんです、英語でね。それをまあ歌ってるんだけど、まあニューヨーカーの都会的なセンスの、まあ、乾いた曲っていうかさらっとした曲ですよね。シンセサイザーでブラスセクションを鳴らしたりとか、パーカッションっていうかそういうノリがね、すごく私は好きなんですけどね。あと歌い方もね好きなんですよ、こういうあんまりこうベタベタしない歌い方っていうかね。まあこの曲を聴くと、まあみんなそうでしょうけど、音楽を聴くとねある時のこう情景が蘇ったりするっていう、まあ、これは私が東京の広尾に住んでる頃の、をすごく思い出させます。当時ねレコードレンタルっていうのがあって、そこでね、レコードをレンタルして、でこれをカセットに取ってで聴いて、で当時ねホットドッグプレスっていうのがあってね、雑誌ですよ、ポパイとかっていう、まだポパイはまだあるのかな、それのね、アルバム紹介の欄があってね、必ずそこはチェックしてたんです。それで桑田佳祐がねこれを勧めたんです最初で、私はそれで聴いたんですよね当時。でもハマっちゃってね、これはもう私のヘビーローテーション、まあ他にもいっぱいあるんですけど、これはだから今聴くとそのことを思い出すよね。あのレコードレンタルに店長のおすすめって書いてあって、で探した時にね、で最初はそのホットドッグプレスの桑田佳祐のアルバム紹介の欄でっていうアルバムです。まあもし聞いたことなければぜひ聞いてみてください。またね、他にもレコード何枚かあるんでね、またこれはね、ホリフォビさんへの動画レスポンスとは別にまた紹介していければと思います。でもね多分ね禁止極あれに引っかかっちゃうんですよね、こういうの紹介やるとおそらくじゃあそういうわけでチャオ。